ネットワーカーは、イギリスの鉄道車両ファミリーである。1980年代後半から1990年代前半にかけて、イギリス国鉄のネットワークサウスイースト向けとして、電車3形式、機動車2形式が、国鉄の車両製造部門であった、ブレルとその後継のアブ、そして、メトロキャメルによって製造された。ネットワーカーは、イギリス国鉄の電車、機動車として、 第3世代にあたり、当初はマーク三脚車ベースの第2世代を模様化し、イギリス最大の鉄道車両ファミリーとなることが予定されていた。ネットワークサウスイーストの電車、機動車すべてがネットワーカーファミリーの車両で賄われることになっていたが、経済不況の影響で実現することはなかった。1 6 6系1 6 5型は、郊外列車用の機動車で、 1990年から1992年にかけて2両編成31本、3両編成44本が、ブレルによって製造された。投入地域別に165、0型と165、1系の2つの区分が存在し、民営家事には165、0型がチルターンレールウェイズ、165、1型がテムズトレーンズに引き継がれた。後者は、 ファーストグレートウェスタンリンクを経て、グレートウェスタンレールウェイによって運行されている。165、例型は ATP を搭載した数少ない車両の一つである。166型は長距離列車用の機動車で、1992年から1993年にかけて3両編成21本がアブによって製造された。民営火事には、テムズトレーンズに引き継がれ。 ファーストグレートウェスタンリンクを経て、グレートウェスタンレールウェイによって運行されている。466系、465系、465、型は4両編成の直流電車で、1991年から1994年に、かけて147本が製造された。ブレル製が465、0系、アブ製が465、1系、 メトロキャメル製が465-2型と区分され、細部に差異がある。465-2系のうちの一部は一等室の導入などの改装を受け、465-9型と改盤、ウィールド編成として知られている。民営化事には、コネックスサウスイースタンに引き継がれ、サウスイースタントレーンズを経て、現在はサウスイースタンによって使用されている。 466型は2両編成の直流電車で、1993年から1994年にかけてメトロキャメルによって43本が製造された。4両編成の465型と並結することにより6両編成や10両編成で使用されることが多かったが、近年は地方選区で単独運用につくようにもなっている。民営化時には、 コネックスサウスイースタンに引き継がれ、サウスイースタントレーンズを経て、現在はサウスイースタンによって使用されている。365系365型は4両編成の電車であり、41本が1994年から1995年にかけてアブで製造された。当初は465型や466型と同じような全面を持っていたが、 運転台への空調の取り付けに伴って、デザインが大きく変化している。交流、直流双方に対応しているが、両区間を直通する運用についたことがないばかりか、終電靴とパンタグラフを同時装着したこともほとんどない。直流の南東方面と交流のグレート、ノーザンルートに分けて投入され、民営化時には、前者がコネックスサウスイースタン、校舎が ウェストアングリアグレートノーザンに引き継がれた。コネックスサウスイースタンがサウスイースタントレーンズに交代すると、同社の365型は、翌2004年にウェストアングリアグレートノーザンに転属し、グレートノーザンルートに全車両が集結した。その後は、ファーストキャピタルコネクトを経て、ゴビアテムズリンクレールウェイに渡ったが、2017年から運用を外れる車両が発生し、 2021年5月15日には全車両が引退した。なお、2018年から2019年にかけては385系の導入遅れの影響により10本がアベリオスコットレールに貸し出された。457型と316型は試作者である4両、編成1本に与えられた形式名である。1989年に210系の改造によって、 直流車両である457型が落成。翌1990年に中間車1両を313型電車改造のものに置き換え、316型と改版して交流区間での試験を行った。341型はクロスレール向けとして計画された車両であり、1994年に同計画と共に中止された。なお、 クロスレールは2008年に建設が決定し、2023年以降に全通することが見込まれている。2017年には同線向けに345型が導入された。342型は CTRL の国内列車向けとして計画された。同線は2007年に全通し、国内列車は2009年から395型を用いて運行が開始された。 371系、381型は、ユニバーサルネットワーカーとして計画された、高直療用電車である。371型は、テムズリンク2000計画の一環として、テムズリンクで、381型は、ケント沿岸部、グレート、ノーザンルート、ロンドンティルベリーサウスエンドレールウェイの3地域で、使用されることが計画されていた。 471型はメインラインネットワーカーの愛称のもと、ケントサセックス方面の長距離列車向けとして計画されていた。ありがとうございます。